皆さんどうもこんにちは。今回は土谷愛さんが書かれた月収プラス10万円こっそり副業術という書籍などをもとに月収を10万円増やす行動について動画で解説していきます。では行きましょう。ある早速ですが、最近では新型コロスケ君の影響もあって副業解禁みたいな流れがございますが、ただとはいっても近くのコンビニでバイトして知り合いにバレるのもなんか抵抗あるし、できれば在宅で時間がある時に稼ぎたい、そう考える人も多いかと思います。ただ一昔前までは在宅の副業で稼ぐのはゴリゴリに大変でございました。例えばブログやアフィリエイトで稼ぐならサーバーを借りてきて自分のホームページ作って記事を100個書いて数ヶ月頑張ってやっと100円儲かるみたいな、多くの人の心をバキバキによるハードルの高さ。他には YouTube だとこの中瀬の本田のチャンネルも復旧で始めましたが、黒字化するのに半年以上かかっているわけでございます。要するに一昔前まではただ働き期間長すぎ、そして儲かるかもわからないというド M にしかできないベリーハードモードでございました。ただ最近ですと在宅ですぐに稼げるようになったわけでございます。それは結論、プラットフォームができて自分のスキルを売れるようになったからでございます。自分の得意なことや好きなことを見つけ出して、それに値段をつけて商品として販売することをスキルシェアと言いますが、最近ですと、ここなら、ランサーズ、クラウドワークスといったサイト、プラットフォームが次々できて、誰でも簡単に自分のスキルをお金にすることができるようになったわけでございます。ただ自分に売れるようなスキルありませんよと思う人もご安心ください。例えば、ここならというサイトで実際に販売されていた商品を紹介させていただくと、愚痴を聞きます1分100円、デートプランを考えます1000円、嘘を作ります1000円、など、実際にここならといったサイトを見ていただくとわかりますが、え、こんなのも売ってるのと思うサービスがたくさんあるわけでございます。これも昔だったら、ツイッターなんかでデートプランを1000円で考えますなんて呼びかけをしても、強めに変人扱いされるだけで誰も申し込んでくれなかったわけですが、プラットフォームがあるとそれができるわけでございます。他にも例えば、いらなくなった漫画を売るときも、メルカリやヤフオクといったプラットフォームがなかったら、古本屋さんで1冊10円とかで買い叩かれるしかなかったわけでございます。なのでプラットフォームは大事。そして最近ではスキルを売るためのプラットフォームができて、もはや何でも売れるいい時代になりましたと、そういうわけでございます。というわけで実際に稼ぐ際のポイントについても3点ほど解説させていただくと、1つ目が気軽なものから始めることでございます。めっちゃ自信があるなら高額商品にチャレンジしてもいいかと思いますが、そうでもない場合はスピード重視で100円、500円、1000円といった低価格商品を気軽に売ることから始めて、副業でも稼げるのねといった感覚を掴んでいただくのが大事。ちなみに低価格商品ですと友達が困っていてそれに協力したらお昼ご飯おごってくれたみたいな感覚で稼げますので、非常にハードルも低くておすすめなんでございます。そしてポイント2つ目が出品から改善が売れる近道でございます。副業初心者でやりがちなのが、これは完璧な商品ですと確信を持てる状態にしてから販売を始めたい、こう思う人が非常に多い印象でございますが、練りに練って渾身の商品を一つ出すより、荒削りでもすぐに商品を出して売れるかどうか確認してそこから改善していく方が成果が出るのは圧倒的に早いわけでございます。これなんでかというと、その商品を買うか買わないかはお客様が決めることだからでございます。つまり売るという行為は、この商品はこの価格の価値ありますかと直接聞く行為ですので、正解が早く分かるようになるわけでございます。例えばのイメージですが、完璧な状態になるまで準備するというのは勉強でいうところの教科書を読み込むインプットみたいな行為、そして出品して実際にお客様との取引を完了させるのが勉強でいうところの問題集やテストを解くアウトプットみたいな位置づけでございます。勉強する際はこのインプットが3、アウトプット7の比率が最強ですとよく言われておりますが、これは副業でも同じ。というか、大人になってからのアウトプットはカンニングし放題でございますので、もっとアウトプットの比率を上げて、なんか困ったらその場でゴリゴリに調べてカンニングしまくって高得点を量産していった方が成果が出るのは圧倒的に早いわけでございます。そしてポイント3つ目が、ツイッターなんかで情報発信もしていただくと2度美味しいことでございます。正直1億円稼ぐ方法なんかより、一般的なサラリーマンの私でも在宅副業で月収10万円稼げるようになりましたみたいな情報の方が一番リアリティがあって多くの人に刺さるわけでございます。もちろんそんな価値ある情報をうまく発信すればフォロワーが増える、そうすると自分の市場価値もどんどん上がっていくみたいな流れで副業していただければ、
すぐにお金も稼げて、自分の時給もどんどん上がっていって、気づいたら月収10万円くらい全然増えているかと思いますので、こんなご時世ではございますが、皆さん一緒にたくましく、そして楽しく生きていきましょうと、そういうわけでございます。さらにですね、私自身毎日実践している一般的なダイエット法よりも2倍速でめっちゃ簡単に痩せる方法を解説した動画を中瀬の本棚公式 LINE 限定で無料配信中ですので、興味のある方は概要欄からご覧いただければ嬉しいです。それでは最後までご視聴ありがとうございました。